世田谷区北見にある千田夕堀公園民家園で、かつて農村だった世田谷の庶民の暮らしに触れる企画展「暮らしの中の木綿」が開催されています。木綿は丈夫で汗の吸い取りも良いため、江戸時代から庶民の着物として親しまれるようになりました。今回の展示では、民家園の2つの建物の中で木綿がどのように作られ、生活の中で利用されていたか、写真やパネルを交え解説されています。衣類を手に入れるために、布を自分たちでもう糸から作って、機織りをして、で家族が着るものを作ったりであるとか、それが昔の暮らしだったわけなんですけれど、晴れの日に着ていたものから、もう普段着から、もう最後はですね、おしめになったり雑巾になるまで本当に使い尽くされてきたのが木綿という素材だったんですね。紡いだ糸を藍染めにして縞模様に織り上げるなど、家族のために手間暇をかけて仕上げられた木綿の着物。お手玉などのおもちゃを作りながら、親から子へ針仕事を伝えていたこともうかがえます。暮らしの中で非常に着物っていうのが財産として貴重な存在だったっていう、今の生活とですね、比べながらですね、物を大事にする文化があったということをですね、この企画展を通して知っていただきたいなと思っております。木綿から昔の世田谷を知るこの企画展は1月1日までの開催です。